ここからは、向井君に進行をお任せします。よろしはくおい、よ願ろいししくお、ね、ます。はい、お願いします。大喜利コーナー先に来週と再来週のお題を発表しておきたいと思います。来週のお題をじゃあ、徳さん。はい、来週9月20日なんですけど、9月の22日は、我らが芸の肥やし師匠が、めでたく還暦を迎えられます。わお。わお。おめでとうございます。あ、おめまでとだうござ言えいたまこす。とないぐらいです。そこで、それにちなんで、芸の肥やしの誕生日を面白おかしく祝ってください。もうというのどうで、祝ってもらえるのか楽しみですね。例えば。例えば、肥やし師匠が狙い続けた紅白歌合戦出場権を差し上げます。惜しい。惜しいいね、それね。な。出場権がもらえるか。それは歌手として出れるとは限らないからね。観ね。そ客れは、席の件か。観客席ね。まあ、それはそれでいいけど。なんか最後のさ、蛍の光のほら、指揮者やりたいね。ほうた。ああ、あれ特でちょっ別。なるほど。ね。まあ、皆さんの考える芸の肥やしの誕生祝いというのをお、ちょっと、考えていたよだろく。しくお願いします。はい。じゃあ、再来週は、再来週もじゃあ、今週はとっくんさんお願いしようか。はい。じゃあ、再来週9月27日はですね、世界観光デーだそうです。それにちなんで、世界観光の、観ほにゃらら、こうほにゃらら。このほにゃららのところに、言葉を入れて、文章を作ってください。おお、ちょっとラジオだと分かりにくいですね。例えば。そうですね。かんをほにゃらら、こうほにゃらら。はい。例えば、神無月、行楽日和でございます。みたいな。観光って感じギリギリね。なんか焦点見てるような感じ。焦点見てるような。ちょっとレベル上がってきたね。多いな。タルトさんなんかありますか？私のは、カンカンに、校長先生怒ります。まあでもいいじゃないですか。これいいじゃ以上ないにです分か。かりやすいと思うんですけど、子供さんたちには。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。こんな感じで作ったらいいですね。はい。そうですね。まあ皆さん、なんとなく作ってくれたの送ってください。あまり深く考えず。これちょっと初めてかもしれないね。ちょっとチャレンジしてください。はい、よろしくお願いします。お願いし宛ま先はですね、メールで、ローマ字、ヨルタワ、アットマーク、gmail.com。もしくは、ツイッターで、ハッシュタグ、芸の一問、夜の戯れをつけてつぶやいていただければ、こちらでご紹介いたしますので、皆さんご投稿よろしくお願いいたします。はい、ということで、今週はですね、アーベーシーの五七五でございましたけども、はい、ミカエルさん。あ、先週ね。はい。詩吟で天気予報始まった笑い。じゃ結構評判良かったってこ意と外ね。と好評だったみたいですよ。ちょっとタルトさん、ちょっとマジで、マジ明日ので、番組狙いましょ番組ちょっう。と。で、秋場所は、正代ホワイトで始まってほしいなと。なるほど。そうですね。ホワイトで言ってほしいホワイね。トホワイトホワイトで。はい。ミカエルさん、やりくり川柳。開けた蓋。弁当の中身、白ご飯。ああ、うまい。ああ、うまい。きれいきれい。梅干しもない。梅干しもない。すごいな。スッパーマンも出てこない。もうご飯にしよう。ね。ご飯にしようで食あ、でもこれきれいだな。すごいな。はい、種川て山根さん。ありがととうごうざいございまざいます。す。特訓さんの絵の特訓、面白そうですねと。ああ、素晴らおしい。楽しみだね。ツイッターで写真での説明を入れたり、これまでに聞いたことないラジオでの絵の教室、ぜひやってくださいと。ちょっとこれはやらないといけないね。検討しで、てみタルトさんには、シニア相手入門をぜひやってほしい。シニア相手入門ということだ。高齢者にはどう関わったらいいかみたいな。そうかそうかそうか。タルトさんの年代の人にどういうふうに気を遣いながら接していったらいいの接かしとてかればいいね。のかと。なるほど。漫画の話はご法度。漫画をあんまり知らない世代なんですよね。タルトさんの世代ってね。でもタルトさん参考になるかな。かなり、あれですね、変まあ、ちょっわっと変わった。てるっちゃ変わってるけ変わどってね。るってことね。はい。あ、谷川山根さん。はい。あと少し、別腹あれば、シェイク行く。おお。もうああ一いう品。のって入っちもうゃうん一だつよ入っね。ちゃうん飲ね。みたいなと思ったら腹いっぱいでも。
飲めちゃうんだよね。なるほど、うん、はい、虎一郎さん、ありがとうございます。秋茜、べっこうとんぼ、塩辛と、あ、トンボの種類をとりあえず並べてみました。綺麗な感じですね、うんうんうん、でもね、うん、いいですね。秋茜が赤トンボ、知らなかった、うん、はい、ひょうえもんさん、ありがとうございます。先週のブラック あれね、うん、黒乳首、僕も考えたんよね、さすがタルト師匠。ここに新たな師弟関係が生まれてる、ね、はい、ひょうえもんさん、ああいいわ、ベロを入れてよ、シチューにね。タンシチューだそうです。あ、いいですね、うんうん。あくまでシチュー。ね。うんうん。うん、なるほど。どちらにも取れる雰囲気がいいですね。そう、うん。はい。田舎の通訳さん。ありがとうございます。最近難易度の高いお題が続いていたので、やりくり川柳は私にとって作りやすいかなと。はい、ああ、なるほど、うんうん。はい。朝起きて、ベッドに痛くてしがみつく。ああ、うまい。さあ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 。あるね。なかなか起き出しにくくなってくるんですよね、これからね。これ、はい、花道さん。これからですね。ありがとうございます。はい。あくびして、ベッドに入り、尻をかく。これは絶対、そっとには見せたくないな、これな。うんうん、なるほど。はい、次、靴職人さん。ありがとうございます。足型が別注だったシンデレラ。ああ、靴一つで特定できるほどに。ね。なるほど。すごいな。はい、大塚さん。ありがとうございます。愛してる。ベッドで言われ、焦点だ。これ、タルトさんが考えたやつじゃなくて。まあでも言われたらね、やっぱりね、言葉って大事だからね。うん、タルトさん、焦点好きですよね、なんかね。うん、はい、コロリンさん。ありがとうございます。ありがとうございます。あまりにも便利になって縮むの。おお、なるほど。あ、便利はいいけど、頭使わなくなるもんね。そうね。もうあの電話番号なんかもうほぼ覚えられなくなる、ね。覚えられない。いくつ覚えてる今。いやー、み、これてない。10いかないんじゃないですかね。110番とか入れたらもうちょっとあるけど。うん、私は自分の携帯番号しか覚えてません。あーですね。うん、昔の、ね、あの普通の電話の時の番号は今でも忘れないんだけど、携帯番号はちょっと覚えにくいな。確かに。ですね。はい、杉本ナインさん。杉本ナインさん、うん、鈴本ナインさん、うん。あいつもだ。ベタベタの中知ってるぞ。これどういうこと？野球？ベタベタ、あ、ベタベタの中、なんかもうベタベタの関係ってやつかもしれないね。ああ、なるほど、うん。はい、じゃあ1問。はい。じゃあ徳さん。はい。あれ買って、べそを書いたら叱られた。おお。なんか徳さん冴えてますね、なんか。綺麗な感じだね。さすが芸術家、うん、芸術家やっぱ違うな。やっぱ番組を狙ってるからさ。なるほど、ね、ちょっと本腰を入れてきましたね。どこでボール勝てるか。はい、じゃあ次小林さん、あ、行きましょうか、じゃあ2つね。はい。朝起きて便座に座りしっこする。そうそう、最近は立ったらいかんからね。そうそう、そう、座っておかないとあの散っちゃうからね。うん、うんうんうん、じゃあもう一つね、はい、これもタルトさんに挑戦状じゃないですけど、愛撫してベロチューたっぷりしてほしい。何言ってるんですか。これは、もうなんか、ほら、もうタルトさん絶賛じゃないですか、もう。これはタルトさんにプレッシャーをかけたいなと思って、ね。なるほど、小林さんですらもうタルト師匠と呼ばなければいけない。ね。教会超えましたね。はい、じゃあ師匠、見本をお願いします。はい、いきますよ。あらあら、べちょべちょべちょよ、ショーツ中。何を言ってるんですか。もうなんか、もうあれだね、もうなんか、ちょっと、太郎さんはもうブーだね。先週もね言ってましたけど、タルトさん最近品がない。品がないよね。うん、もうちょっとでも真面目に、もう朝の番組に行ってちょっと少し真面目な
ゲストさんに戻ってもらわないといけない、ね、あのちょっと構成してもらうと ね、うん、もう今ザ深夜放送、うん、あ、いやしかもあのさすがに答えの時は音もちゃんとずれずにね、うん、うん、Wi-Fi 状況もいいという神がかってます。始めに行きます。はい、ではあ、まあ、ちょっとねみんなでタルトさんにおすすめの漫画をね、そうですね、ちょっと考えた、もう視聴者の方もねこれちょっとタルトさんに向いてるんじゃないかっていうのがあって、あ、ぜひお願いします、うん、あの、はい、でもあの伝えかなんかに行ってもうどんどん借りてきてもうガンガンにちょっと漫画付けしちゃいましょう、はい、ああいいですね、はい、まあ、読書の秋というかね漫画の秋、ああ、そうそう、ちょうど、では、皆さんまた来週お願いします。お疲れ様。